むやみに足を踏み入れる場所じゃないぞ。私たちを呼んでいたのですね。トラベラーの光にこんなに近づいたのはありえない。感じますか？ヘルメットをしっかり押さえて。感じますか？光が、力が戻ってきました。攻撃開始です。力を取り戻したからって調子に乗るな。ヨーロッパデッドゾーンは危険な場所だ。特に旧市街地はな。覚えておけ。シティの難民はもっと危険な目に遭ってる。助けたいならデブリム系を探せ。無事か。この賭けはルイスの負けだな。よし、直してみるか。説明書はちゃんと読んだが、ビーコンを検知した。ガーディアン、シティが落ちた。この世界にまだ光が残っているなら衛星タイタンへ来い。勇敢であれ。ザバラが生きてます。今行けば。タイタンに行ってる暇はない。難民が避難してきてる。レッドリージョンやホールに囲まれてるんだ。でも力を取り戻したんです。それにシティを取り返すには。シティはもうないんだ。ホーソン、必ず戻ってきます。仲間を連れて。しばらく一人になりたい。時間の無駄だ。そろそろ殺したらどうだ。代弁者を名乗る割に大したことを言わないやつだ。ガーディアンの一人が光を再び手に入れたらしい。トラベラーを支配していないと言いながら、その結果がこれだ。我は理解したいのだ、容認者よ。光はあらゆる場所、物の中に生きている。光の遮断や捕獲を試みても、その輝きを封じ切ることはできない。トラベラーは決してお前に屈しない。トラベラー、その存在を何年も研究した。力を授かった世界、生と死に干渉する力。我々は似ている。トラベラーと我は。トラ
ラベラーに似ているだと？ふざけるな。お前に力があると思っているのか。お前のようなタイプは知っている。どん底から這い上がろうとしてそのまま死んでいく。トラベラーが自らの意志で人類を選んだというのならば、中に入ってその光をもぎ取り、この太陽系を灰も残らず燃やし尽くしてやるまでだ。光の中で蘇れるのはトラベラーが選んだものだけだ。そうだ、それは分かっている。だからこそお前の惑星を占拠し、お前を生かしているのだ。預言者トラベラーは我を選ぶ。その方法を教えてもらうぞ。ヴァンガード艦隊ガーディアン船723接近中です。司令官のメッセージを受け取り加勢しに来ました。ガーディアン船、ザバラだ。もう手遅れだ。背後に衛星タイタンを占拠された。ここに来るべきではなかった。こいつは驚いたな。光がお前に戻ってきたのならまだ希望はあるかもしれない。我々の数は減るばかりだ。生存者どころか自分たちの身も守れないだろう。光なくして我々はガーディアンなのか。司令官、故障した発電機では生き残れない。波エネルギー変換機で稼働しているが、ハイブの干渉があり少し困っている。任せてください。ああ、頼りにしてるぞ。CPU を司令部に持ってきてくれ。通信を解読するぞ。ようやく正気が見えてきそうだ。その名はオールマイティ。レッドリージョンのドミヌス・ガウルが長い研究を経て開発した最終兵器。ガウルは何百もの世界を征服した。抵抗した世界は全てついえていった。あのオールマイティは構成をも破壊する。
どんなものもガウルの野望を止めることはできない。奴の目的はトラベラー、そしてその光。今オールマイティは私たちの太陽に向けられている。つまり我々は戦いに負け、全て失った。トラベラーの守護のもと故郷を築いた。敵の襲撃に対し壁を作って何世紀も防衛した。だが今壁は無意味だ。この敵は我々から故郷を、光を奪った。そして存続の危機さえ迎えている。すぐに乗り込むぞ、このオールマイティに。艦隊の準備はいつ整う？司令官、待って。待っていたら全滅だ。だが共に襲撃すれば取り戻せるのだ。故郷、光を、希望を。死んでも本望だ。ファイアチームが必要だ。イコラとケイドが必要だ。